電圏3種理論令和2年問題15を解いていきます。このような3層交流の回路で R=9Ω の抵抗に流れる電流 IAB の実行値として最も近いものを選べという問題です。まずこのデルタ血栓の回路をこの辺りに書いてみます。このデルタの血栓をスター血栓に変えてしまいます。スター血栓にした場合、元の抵抗 9Ω を3分の1にします。そうすると 3Ω になります。デルタからスターにする場合は3分の1倍すると覚えておくといいです。なぜそうなるかというのは説明するとものすごく難しくなりますので、丸暗記で3分の1をかけると覚えてしまってください。では元の血栓を見ると、ここに 4Ω のコイルがついています。なので、このスター血栓にも4Ω のコイルをつけます。では、この4Ω のコイルをこちら側に移動させます。そうすると、このような血栓になります。今、スター血栓になっていますが、単層の回路とみなして考えていこうと思います。コイル 4Ω、抵抗 3Ω からインピーダンス三角形を書きます。このように表すことができます。抵抗、コイルのインピーダンスを合成します。この図形は直角三角形ですので、三平方の定理により、斜辺が5になります。つまり、4Ω、3Ω のコイル抵抗を合成すると、5Ω となります。ところで、この層とこの層の間の電圧は 200V です。線間電圧が 200V ですので、スター血栓における総電圧は、それをルート3分の1にして、ルート3分の 200V となります。ではこの時、ここを流れる線電流を IL とします。電流 IL を総電圧ルート3分の 200V と合成抵抗 5Ω を元に求めていきます。電流 IL はインピーダンス分の電圧、これを計算すると、ルート3分の 40A となります。ここを流れる電流 IL はルート3分の 40A となります。ところで、今スター血栓になっていますが、これを元のデルタ血栓に戻します。これが元のデルタ血栓です。デルタ血栓における線電流と総電流の比は、線電流がルート3に対し、総電流は1の比になります。この時の総電流を IΔP としておきます。IL 対 IΔP はルート3対1の比になります。ではこの式の IL にルート3分の 40A を代入します。この式から IΔP を求めると、IΔP イコール3分の40となります。これを計算すると、約 13.3 となります。よって答えは、括弧2番が正解となります。括弧 B の問題について、単層電力計 W1 の指示値として最も近いものを選べという問題です。このデルタの回路をスターの回路に直したものをここに書きます。これは先ほど求めた回路と全く同じです。電力計 W1 をこのように接続します。流れる線電流はルート3分の 40A。PC 間における電圧 VBC は 200V。ここから電力を求めるわけですが、電力 W1 は電圧×電流×コサインになります。電圧は 200V、電流はルート3分の 40A。さらにコサインをかけるわけですが、ここで十分注意してほしいのが、角度が何度になるかが重要です。このコサインのところに入る角度は、電流 IL と VBC の位相差です。A 層の電圧と電流 IL の位相を求めて、その角度をコサインのところに入れると間違いとなります。十分ご注意ください。では、電圧と電流の位相について考えるために、ベクトル図を書いていこうと思います。この回路における中性点は 0V。A 層、B 層、C 層の電位をそれぞれ VA、VB、VC とします。ベクトル図に表すと、このような状態になります。それぞれ120度ずつ位相がずれている状態です。電圧 VBC について考えてみます。電圧 VBC を式で表すと VB-VC となります。ではこの式を VB プラスカッコ -VC と考えてみます。-VC というのは、このベクトル VC の正反対の方向に向いているベクトルです。よってこのベクトルが -VC にあたります。VBC ベクトルは VB と -VC を合成したベクトルですので、このようなベクトルに表すことができます。電圧 VBC の大きさは 200V です。次に電流 IL のベクトルを考えていこうと思います。この箇所における抵抗コイルは 3Ω、4Ω の関係にありますが、インピーダンス三角形に表すとこのような状態になります。ここの角度を θ とします。この関係から電流 IL は VA よりも位相が θ 遅れの状態であることがわかります。ここで十分注意してほしいのですが、IL は VBC よりも位相が θ 遅れではありません。あくまでも VA よりも位相が θ 遅れです。よって、IL のベクトルをこの図に書くならば、VA よりも θ 遅れの方向に書きます。このような状態です。電流 IL の大きさは、ルート3分の 40A。では、このベクトルの関係から、電流 IL と電圧 VBC の位相差を考えてみます。VA と VBC では、90度の角度がついています。ということは IL と VBC の位相差は90度 -θ となります。よって電力を計算する場合は 200× ルート3分の 40× コサイン90度 -θ となります。ではここでコサイン90度 -θ を求めてみようと思います。このベクトル図のこの部分の直角三角形はこの先ほどのインピーダンス三角形と相似な形をしています。ということは、この三角形において辺の比はどうなっているかというと、この斜辺が5に対し、横の長さが4の状態になっています。この関係から、コサイン90度 -θ は5分の4とわかります。よってこの式は、コサイン90度 -θ は5分の4となります。あとはこれを計算しますと、約3700となります。キロワットの単位で表すならば 3.7kW です。よって、カッコ B の答えは3番が正解となります。ちなみに、コサインカッコ 90度 -θ を加法定理を使う場合、どのように計算するかというと、コサインカッコ 90度 -θ はコサイン90度 ×コサイン θ プラスサイン90度 ×サイン θ です。これは数学の公式通りです。この式を整理すると、サイン θ となります。この三角形からサイン θ を求めると、やはり同じ5分の4となります。それでは以上で解説を終わります。ご視聴ありがとうございました。